ズルナは西アジア諸国における民族楽器の一つでダブルリード型の木管楽器である。トルコの代表的な楽器である。古代ペルシア時代に作られたソルナというダブルリード楽器が起源であるが、現在に至るまで基本構造はあまり変化していない。現在この楽器の使用地域は広がっており、各地域で様々な故障がついている。トルコ以外では例として、 現代のペルシア語では、スルナ、アラビア語では、スルナイと称されているほか、地域によっては、ミズマールや、ズルラなど、まだ他にもいろいろな故障がある。中東のみならず、かつて、オスマン帝国領だった、ブルガリアやマケドニアなどのバルカン半島諸国でも、この楽器は演奏されている。辛い音色をした非常に音量の大きい音を出す楽器であり、そのため室内楽にはあまり適さず、 主に野外で演奏される。トルコをはじめ西アジア諸国においては、祭礼や舞踊などの音楽に不可欠な楽器である。またズルナは現在のオーケストラにおけるオーボエやバスーンの原型でもある。ズルナは地方によって、材質や外観、大きさなどが若干異なるが、大まかに言えば、楽器の構造は次のようになる。ズルナの本体部分は木製であり、 ものによって全長は様々であるが、おおむね30センチメートル60センチメートルの縦笛であり、演奏者の要求する音域に応じて様々な長さの楽器が制作されている。思考は表に7つ、裏に1つの計8つであり、中には下方部に通気口があるものもある。また下方部はクラリネットと同様に円錐形状に広がっている。吹き口の基本的な構造は、 オーボのダブルリードとほぼ同じであり、幅7ミリメートルほどの2枚の足の茎を薄く削って、重ね合わせたものが吹き口である。ただ、2枚を固定するのに、オーボエでは糸を巻いて、コルクで固定するが、ツルナでは糸を巻いた上、真鍮の細いパイプにはめて、固定する。この真鍮パイプを付けたリードを楽器本体の上部にはめて演奏する。演奏方法も、オーボエとは若干異なる。 ズルナではリードを固定している真鍮パイプを唇に加えリード全体を高校内に含んで演奏する。そのため唇で安定して加えて演奏できるようにするために真鍮パイプの外側にぴったりとはまる円盤状のストッパーがついていることも多い。一方の大声ボエにおいては唇でリードを挟むようにして加え、 その加え加減を微調整して音色に変化を出そうとする演奏法を取る。メフテルハーネにおけるズルナ奏者西アジア諸国、特にトルコではダウルと呼ばれる大太鼓のリズム伴奏とセットで演奏されることが非常に多い。特に民間におけるサイレージの舞踊の伴奏ではズルナとダウルの実による演奏がごく一般的である。また、オスマン帝国時代の軍楽隊であるメフテルハーネ、 においても、ツルナとダウルは不可欠な楽器である。古代ペルシャ地方で生まれた、ソルナは後世に東西に伝播していき、各地で改造され故障も変化する。東方ではまず、インドで、シャーナーイやナーガスワラムが作られており、さらに東南アジアでは、ダイのピーチャモンなどがある。さらに、中国には、ソーナー、朝鮮半島にでは、デッピョンソがあり、これらは、 円水状の開口部が金属製になっている。一方、西方へは、まず、トルコから、バルカン半島へ伝播した。ブルガリアやギリシアでは、トルコ名がほぼそのまま使われ、ツルナと呼ばれ、原型をあまり変えずに、現在も演奏され続けている。一方、西欧諸国へも楽器は、伝播したが、こちらでは、ソルナ系統の名前は用いられず、足の意のラテン語キャラバスを語源として、 チャラメラなどと呼ばれ、フランスでは、シャルメルと呼ばれ、この後から英語では、ショーム、ドイツ語では、シャルマイと呼ばれるようになる。これら西欧のショームは、ズルナに比べ、音色に絡みは、ずっと少なくむしろ軽く明るい音色がする。しかしやはり、ズルナと同様に大きな音がしたので、室内には向かず、主に屋外で使用され、軍楽などに必須の楽器となった。さらに、 これをもとに、室内楽に適するようにと、管の内径を細くするなどして、音量を抑え、繊細な音色が出せる楽器として発明されたのが、ーボエである。ありがとうございます。